はいどうも、食べてこんなもん TV のタカトウ、トミでございます。今回なんですけども、チャンネル登録4000人突破しました。イエーイ、バク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 。はい、はい、まあ前ね、3500人の時は、まあ、トリコさんの方にお邪魔したんですけど、トリコさんの方にお邪魔したんですけど、ね、はい、今回は、まあ、デンゴロウさんの方にね、お邪魔して、いっぱい、ね、そうお祝いできたらなと思ってます。はい、で、デンゴロウさんね、以前ね、テイクアウトの動画で、ステーキ弁当というものを取り上げさせていただいてるんですね、こちらの動画なんですけど、以前ちょっとテイクアウトで、ね、食べた時にめっちゃ美味しかったんで、はい、まあ、お祝いということで、そう、タカさんはお酒も飲むと。そうそうそう、嫁もお酒飲むと。お酒も、ね。米さんはジュースを飲むと。僕はお酒。でね、店長さんともね、メッセージいただいて、ぜひ来てくださいっていうメッセージもあったんでね。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。はい、4000人。ありがとうございます。じゃあ行こうか、行こうか、行きましょう。じゃあ行くぞ。はい、タビコン TV。 記念日お祝いしましょうって書いてあるやん。記念日、ふぅー。生ビール2つと生ビール2つ、とちおとめカルピスを1つ。じゃあこれ見てください。これをお酒飲まん人間にとっても嬉しいです。パラダイスだね。すごいよな、めっちゃ合うな。タピオカもあるしな、すごい。つもそこの劣等感感じる。いやいやいや、劣等感感じるって飲まへん人間からして、お酒種類ドゥラーってあるのに、ジュースいつもここにチュッて。5個ぐらいしかない。そう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 。確かに、わかるわかる。これめっちゃありがたいわ。すごい、しかもなんかさ、単純にさ、こう書いてるだけじゃなくて、こうちゃんと絵も書いてくれてるやん、メニューの。そうそう、なんかほんで普段飲まんようなやついっぱいあるしな。嬉しいなこれな。その下面白そうやね。種類がクソ豊富やわ。これ誕生石をイメージしたドリンク。これ気になった。コミーナミ誕生日3月やろ。3月。一緒やん俺と。だから3月とかアクアマリン。あや何月やったっけ。12月か。忘れた。じゃあ2月や。あかん、もうやばい、やばいわ。ちょっともうあれやな、やばいな、やばいわ。今のすげえやわ。乾杯とおりましょう。ちょっと出るよ。はい、4000人おめでとう。おめでとう。4000、長かったな。飲めよ。いや、そんなに。普通飲むやろ。いや、おもれないやろ。4000長かったわ。何年やったの。まあ、年やったのは6、7年ぐらいかな。おー、やけど本気出したのは2年やん。このでも1000になってから4000って1年くらい。1000になってから4000は、いやいや2年ぐらい。2年ぐらい。それが2年ぐらい。100から500から、もうほんまにあれやばかったな。4日とか、4日とか5日とか、えってなったもん。その辺から周りにコミ YouTube やってるって言われました。言われたな。言われるんや。いやって言うけど。いやって言う。お前よ似てるなってバレるけど。でもほんまにここ最近、だからコミが毎日さ、マリちゃん毎週動画出れるようになってからがマジで増えたと思う。ありがたい。いや、ありがたいで、ほんまに。ありがとう。いやいやいや、ありがとう。タカさん、頑張りましたね。いやいやいや、頑張りましたから。今日の一品。今日の一品、あー、やったの懐かしいな。毎日あげてたもんな、あんた。腹減った。頼もうぜ。あ、そっか、頼んでないんか。頼もうぜ。ちょっと頼みましょう。頼もう、腹減った。なんか、今頼んでないやつで、これっていうのはありますか。おお、じゃあちょっとこれお願いします。ありがとうございます。じゃあ今からちょっとね、いっぱい来たんで、もう食べていきたいなと思います。腹減りすぎてフライング気味やけど。フライング気味。じゃあ卵乳糖。いいわそんな。ほら、キレアはうちで絶対こんなん作れへんもんな。じゃあ、だし巻き卵いただきます。カショウが一本ついてのビーフ。いただくね。うん、一口。だしうまっ。だしめっちゃうまい。卵がうまいし、溶けるわ口の中に。出た、殿下の溶ける。何なん殿下の溶けるって。僕のコメント溶けるが多い。あ、そう。とろけるとか、口の中に広がるとか。
うまいわ。もうマジでうまい。ちょっと食べて。うまい。これちょっとビビるで。いただきます。優しい味やな。お袋の味や。米網の殿下の方という温泉人気ねやから、あのよく使うやつみんな言ってるわ。いやだから自然と口に入れるってことはそれだけうまいってことやね。そう、あかんねん。もうグルメコメント難しい。いやいや難しい。僕たちはもうあの事前にこれ言おうとか考えてないから、だから自然と同じようなことも出てまう。俺もう美味しいっていう言葉と表情だけでいいと思ってんの。じゃあもう表情死んでる時あるぞ。あそれはそういうことよ。やめろやばい、闇闇やめろ。スタッフさんおすすめの。うまそうやな。これはうまいわ。これはうまい。チーズがまたいいよ。チーズのこのちょっと焦げ加減がまたうまい。失礼します。あれじゃないか。いい音じゃないか。これテイクアウトもあるじゃん。いやかもしれんな、ね、うまい。でもやっぱ鉄板があるとテイクアウトでもすげえって思えるな。なんか鉄板があったら、うん、口の中でとろける。めっちゃとろけるし、テイクアウトとちょっと違う。あと焦げ具合がさ、テイクアウトに強いから、なんかめちゃくちゃそのバーベキューしてる感じのステーキ。いやな、もうだって香りがね広がってますもんね、この辺。これめっちゃうまいわ。焼き目がいい感じ。焼き目がすごい、うまい。いやでもほんまに結婚してこういう店なかなか来れんくなったから、なんかめっちゃ久々な気がする。何億年ぶりやろな。ほんまにめっちゃ久々やな、居酒屋って。学生の時は発見で行ってたけどな。まあ、そう、私発見でバイトしてたよ。この世で、この世の食べ物でこれなくなったら困るって、一生これしか食べられないんだったらそれしか食べられないって、これポテトやん。ラーメンよ。私ご飯。あ、ご飯、白ご飯。白米。白米。まあ、それ日本人やな、ザ日本人。それだけが残るってこと。それだけしか食べられない、うん、でもラーメンってすごい。ラーメン味変えれるからな。あ、なるほどな。そういう麺だけやんな。麺だけやな。麺だけやな、そう。もちろんもちろん。スープなしって。スープなし。もうラーメンじゃないやん。え、何それやろ。それやめるわ。何やろ。そうそう、難しいな。でもラーメンせこない。だってラーメン卵や。卵あり。いろんなものに変身できるもん。ほんまやわ。調理法な、うん、確かに。スイーツもいけるし、ご飯おかずもいける。ほんまやな。これなんだっけ。バナナと豆乳混ぜたやつ。バナナソイ。バナナソイ。南国バナナソイ。南国バナナソイ。そう、南国バナナソイ。要は豆乳バナナよ。なるほどな。うん、多分ここのさ、チャンネル登録4000人行くまでにコミが体重移動えぐいで。コミの体重移動多分グラフにしたら。そうなんやね。ほんまに。いや、まさやかな、うん、自分で分かってるけど。パチンコとかでやばいな。大負けして大勝ちするみたいな感じやろ。ドローンバーンと。そうなんやね。多分今までの人生1年間平均して同じ体重やったってことないと思う。それやばいな。よくそれで健康が心配よ。でも、タカさん怖い。もう、俺怖い。そんなイメージないけどな。いや、めっちゃ太ったよな。ちょうど大丈夫、俺が横にいる限り細く見える。そんなことない。遠近法で。で、俺、コミが痩せた時、ちょっと焦ったよ。どうしよう、俺って。そう。これから俺、ちょっとダイエットしたら、俺もヤバいんちゃうみたいになったよ。逆になったら面白いな、逆に。そう、逆になったらな。でも、ほんまに最近めっちゃ視聴者さんのおかげやって、めっちゃ感じるわ、肌で。やっぱあれじゃん、ライブ配信大きいやん。大きい、マジで大きい。モチベーションにつながって。もの知らんしな。そう、ライブ配信めっちゃ教えてくれはんもん。教えてくれるし、なんかほんまに不安やてん、最初ライブ配信やるとき。だって絶対誰も見てくれんと思ってたから。なあ、何人言うてたっけ。初めて5人。でも旅コンなんでここまで続けてこれた。コミ、旅コンやめるタイミングあったもん。一昨年くらいだ。去年2019年の月稼ぎった時は。なんでやろな、重く捉えへんようにしたから。あ、なるほどね。タビコに対してな。だから、まあ、皆さん分かってあるかもしれないけど、結構多分意識も違うしな。意識違うってどういう意味で違う。方向性。趣味やと思ってる。よう続けててんな、俺ら。うまいやな。なそれで何回か喧嘩するもんな。するよ、何回も喧嘩しちゃう。言わんほうがいいんか。いいよ、言って。それはまあ温泉に行きないやし。
続けれる、続けてきてる事実があるわけやから。まあ、仕事の合間でできる、ごめん、趣味くらいやと考えてる。なるほど。そこが大きく違う。僕はもうこの旅コンがなかったらどうなるかわからんって強みがなくなるから、僕の中の休みの時にできる楽しみの一つ。ああ、簡単に言うと、なんかすごく申し訳ない。いやいやいや、全然それは、それを理解した上で一緒に旅してるから、一応、一応それはいいあ、いいよいいよ、はい、ただその僕が言いたいのは、そうかもしれんけど、まあカメラの前だけは演出代もしてくれっていうとこは言いたい。そうそう、でも やれてるからまあいいと思うよ。時たま出るけどなそこだけやな。いや、いいよ、なんか俺がダメ出ししてるみたいに嫌やな、それは。じゃあ、だからコミからしたら、その仕事というものがあるからいいけど、俺も今仕事というものなくて、俺別に何も技術も何もない人間が、唯一どこに強みがあるのかってなったら、俺もこの旅コナモン TV やね、今だからここに対して本気なわけ。だからこれなくなったら俺多分長所なくなるって思ってる。でも仕事辞めて旅コンがあるのはだいぶありがたいけどな。ありがたいやろ、よかったよ、それは。でもそれは自分で続けてきたからね。だって辞めるタイミングあって、確かに俺だって辞めていいでって言ってるやん、今度言ってるんです、実は。辞めませんでした。そう、いや、ほんまに苦しそうやったから。なんで辞めへんかった？それ難しいな。でも俺はコミが辞めても俺一人で続けていったり言っとくけど。バカじゃん。でもマジマジ、 それは一人でって辛くない？それは辛いよ。でもそのなんやろ、ほんまに長所なくなるから続けんかったら。ありがたいね、でも続けてくれて。いや、ほんまにやね、長い、気長いな、緩やかに。これからもちょっと編集もちょっとな。おでもいや、編集したらマジで面白いで、これは思うと思う。めっちゃ分かるわ。裏方で今嫁がやってくれてる仕事が、ファミコン昔はよ編集してくれてるんだけど、今自分のやつ忙しなってるからできてないんやけど、ただ唯一サムネだけは僕がいつも作って、これどうって絶対見せてんね、嫁に。おそれぐらい、なんかだから監督やな。そう、監督嫁か。そうだから、このサムネあかんなと思っても嫁のチェック OK 受けてるんですごいな、今なんかあれやめてー、分かるやん、今さ全部押し付けたから。そうそうそう、わざったよね。この店さ、でもさ、なんか結構初めて食べるもんとかさ、なんか初めて飲むもん結構多いよな。うん、なんかそれだけで楽しいよな。飲み物特に多いよ。飲み物多いな。めっちゃ悩むんじゃん。悩む。ブラック、そう、ミルクティー、アイスティー。ブラックアイスティー。すごいね。これめっちゃうまいわ。無事で。うん、いや、でもあと2ヶ月5000人はどうやろうな。お前、目標今年中に5000人やったね、そういえば。それ知ってる人いるんかな気づいてる人いるかな。ここにおるわいけんじゃん。でも諦めてはないけど、500人ずつやろ。みんなによく言われる。何を？500人ずつやろうって。え、でもさ、年末に向けてさ、不可能じゃない数字なん分かってんね、うん、ただ超難しい数字でもあるっていうのを同時に分かってる。でもそこを諦めたらさ、諦めてないよさ、諦めてないから。でもやっぱあれやろ、銀の盾とか欲しいわけやん。だから俺、来年の目標はもう決めてんねん。銀盾？違う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 当てていい？数字的なもん。ああ、まあそうなるな、一応。今年できんかったこと、マジで今んとこできてない。珍百景か。違う、しょうもないな、そっちの目標。ヒントヒント。いや、だからこれ以上やったら分かっちゃうねん。でも以前はできてた時は全然分からん。コラボ違う。え、いや、もう一度みたいな。もう一度近畿日本鉄道。違うわ旅する楽しさを。違う、そうなんだよ。違う、数字、数字、数字、視聴回数10万回撮影とか。あ、ほんまにそんな感じだから。いや、でも数字は決めてなくて、
大ヒット動画出すってこと。そう。ファミコンといえばこの動画やなみたいなのを作りたいと思う。バズ動画をもう一度って、ね、そう、まずバズ動画をね、ヒカルでいうあの祭りくじみたいな、まあそんな感じのこと。あ、バズる動画をもう一回作りたい。これ俺の一つの目標。確かに渋いね、最近。でその数字が10万以上いや、勢いやねんな。例えば終着点が8万やったとしても、1日で3万4万バーンってきたら俺の中でそれもすごいバズやねん。でそれ目標達成1だからなんか、なトータル的に10万とか別に100万登録者より難しそうやねん。どの動画が一番楽しかったのかある？楽しかったやつ？楽しいネタね、俺とこに一緒やねん。え、そうなん？じゃあ行くで、うん、行くで、うん、え？ビーハイチなしってことやろ？あ、ビーハイチなし？え、知らんよ。ありやろ、ありやろ。え、もうビーハイチや、そうなんだ。そう、ビーハイチ、圧倒的ビーハイチ。そうなんだ。しぶりの泊まりがけっていうのもあったやろ。そう、いうのと、あれが元々やもんな。そう、すいません、ございます。ありがとうございます。マジか。うわ、すごい。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。マジか。じゃあ、もう、パチパチや。やばい、花火。うわ、今年花火。お寿司の方もお持ちいただいてます。お寿司の方もお作りさせていただいてますので、お作りさせていただきますので、お寿司の方からもらいますね。じゃあ、こんなんしてもらったで。やばいな、どうする。いや、これちょっとあれやな、5000、1万人いた時に来た時どんなことになるんかちょっと気になるな。めっちゃなんか嬉しい。いや、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいな。頑張ろう。めっちゃモチベーション上がった。勝てもらうの。4000人突破。 OK。 はい、ということでね、4000記念でもう天五郎さん来させていただきましたけど、いや、美味しかったっすな。美味しかったな、もうまた来たいもんな。そうやな、なんか特に思ったのが、いろんなものあるから、そうよね、誰が来ても喜ぶと思うし、初めて食べる、初めて飲むものが多いなと思った。もうこれからね、忘年会シーズン、新年会シーズンがやってきますんで、ぜひ伝五郎さんで忘年会、新年会やったら楽しいんじゃないかなと思います。個室やしね。そう、それがめっちゃいいな。落ち着けるもんな。そう。あとね、あのテイクアウトもね、やられてて、めっちゃ美味しいステーキ弁当とか、他のものもいっぱいあるので、ぜひそちらもね、あのテイクアウトしてもらえたらと思います。伝五郎さん、ありがとうございました。ということでね、4000人いって、つい5000人やな。やっぱ4000人って、数字中途半端やもんな。ちょっとな、5000行こう。5000とりあえず5000。1万。10万。いったって100万言うたな。まあでもとりあえずまずは目先の5000円だよね、いきたいなと思います。まあでもなんか昭和になるもんで、銀の盾欲しいよな。欲しいな。確かに証やもんな。YouTuber にな、そうな、金メダルみたいな。スポーツ選手が金メダル目指すようなもんやろ。そうやな、もうほんまにでも夢の夢やけどな、ね、僕たちにとっては。まあとりあえず5000円な。あ、でもほんまにこれまで応援してくださってありがとうございます。ありがとうございます。今後とも頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。あと Twitter、Facebook、インスタもやっておりますので、フォローどうぞどうぞお待ちしております。どしはい、タピテコナム TV のタカトウ、はい、OK、ございました。バイ、ありがとう。テボロさん、ありがとう。この動画が良かったと思う方は高評価、今後も見たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。あと、インスタ、Twitter、Facebook もやっております。